虫が出てますよ。これなんて結構伸びてますね。桜の根元からクヌギが生えてますよ。でもって桜咲いてるし、オーディエンスさんから新しいカブクワフィールドを教えていただいたので来てみましたよ。それがここ。かな、蹴った後にしては低すぎるね。ここもいいですね。とにかくシーズンになったら来てみてくださいよって、めっちゃえぐいですよってことなので、ちょっと楽しみですね。お、このクヌギもいいよ。あ、ここなんて、あ、絶対出るでしょうね。お、下もいいよこれ。わお、そこにも怪しいの。あ、こっちはもっとすげえな。うわ、これはやば。あ、いい感じですね。いいね、いいね、ここ。
にもあるね。こりゃまたシカちゃんが角を研いだ跡かなんかでしょうか。項目麦林ですね。池がある。何もいませんね。これもいい感じ。これはさらにやばいっていうか、これは秋に入れの木かな。わあ、いい感じですね。これもこれはいるわ。いますね。このクヌギも立派だね。ここは獣たちの水飲み場ですかね。クヌギはでかいね。ここには何が集まってくるのかな。こっちにもありますね。ここフィールド広いですね。これも秋に入れですね。
ばいね、この木も。この隙間にはバケヒラが潜んでるって感じかな。いやー、ぐるっと一周観察してみました。ここはいいですね。なんかもうときめいちゃってますよ。夏が待ち遠しい。皆さんの目にはどのように映りましたでしょうか。70ミリオーバーのバケヘラも止めて、あと数ヶ月後クワガタを追い求めてまた行きますのでね、ご期待いただきたいと思います。ということで最後はこれ。正解は、久しぶり映しちゃいました。ということで、ご視聴ありがとうございました。